みゆきは天然南洋真珠の形状を最大限に生かした動物を模したジュエリーを展開しています。バロック真珠ならではの面白さを表現しました。このようなバロック真珠は普通の真珠のような均一な形を持たないのです。一つ一つ表情の違うものが二つとないジュエリーです。こちらは動物シリーズ、バロックパールですね。深淵じゃなく形が崩れたパール、その一つずつを、ルースの状態で、動物に見立てて、こういう地金の金具を使って、取り付けて動物のデザインに、作っております。真珠に角を入れて、でその層を巻くときに、きれいに丸く層を巻かずにちょっと形が崩れた感じですね。そういう風に、層が巻かれて、こう変形したパールができるんですが、もうすべて天然のものになっております。みゆきはバッチ、タイタック、ペンダントなど豊富なパールジュエリーを提案しております。Digging for news.